竹雄神社は、愛知県知多郡竹豊町上家八にある神社。竹雄という地名の部は、武は竹雄神社に由来している。社格は、旧号社。創建年は定かでないが、奈良時代以前とされ、貝塚の上に境内がある。かつては、竹雄天神と称していた。鎌倉時代中期からは、長尾城という城郭の一部として祀られた。上級三年の上級の乱語には、 山城国大吾から大官として赴任した岩田氏が長尾城の城主となり、岩田氏の末裔が竹尾神社の神官を務めている。1872年には尊社に列格された。1878年に軍区町村編成法の施行によって、北軍長尾村と大足村が合併する際には長尾村の氏神である、竹尾神社と大足村の氏神である、 豊石神社から一時ずつを取って、竹豊村と命名された。1923年時点の境内地面積は2514坪、宇治個数は664人だった。1940年4月には5社に列格された。戦後には神社本庁に所属して7級社に指定されたが、1955年4月には愛知県神社庁によって4級社に指定され、 下半島随一の社格を持つ神社となった。竹豊町にある9号社は竹尾神社と散立神社の2社のみである。毎年4月15日に最も近い土曜、日曜に霊祭の長尾地区祭礼を行っている。お出し神事では各地区から6両の出しが奉納され、境内に引き込み引き出しされる。江戸初期に初めてお出し神事が行われた。明暦年間から万年間、 終わり半々市の大島史郎兵衛藤原ひさなりが、領主になると、自ら、御腰を奉献して華やかな祭礼を行うようになった。車窓は、つくよみの森と呼ばれ、かつては、満月の夜に、境内で和歌が読まれた。毎年旧暦8月15日には、明月祭が開催され、講演祭、音楽祭、朗読祭などの境内行事が行われている。ありがとうございます。